はい、よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。これまでにも聖地に関する話題、いろいろとこう共有してきましたけど、今回はこのアイドルマスターという、そちらとですね、この岐阜県のこうインターチェンジが、聖地になったという、記事が出ていましたので、関連サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず最初の記事はこちら、岐阜新聞からです。アイドルマスター関ひろみに同盟関ひろみインターチェンジ、アイシルさんインターチェンジ、ライトアップに不安集うという、こんな感じで動画も出ていますが、記事を読みます。空き地に並んだ38本の牛乳瓶のライトが灯り、ひろみの文字がぼんやりと浮かび上がる。近くにあるのは岐阜県関市ひろみの東海環状自動車道、関ひろみインターチェンジの料金所。先月のライトアップに集まったのはアイドル育成ゲームアイドルマスターのキャラクター関ひろみのファンたちだ。同姓同名の、インターチェンジがファンの間で話題になり、一部のアイマスファンの聖地になっている。ライトアップは地元の牛乳メーカーの関牛乳が関ひろみインターチェンジの応援企画として昨年夏から始めた年1回のイベント。昨年は関ひろみの誕生日の8月17日と重なったこともあり、約50人のファンが集まった。今年は大雨の影響で日程を16時に当日先行したものの、近隣のファンが数人が駆けつけた。参加した岐阜市の20代の男性は、ファンの間でライトアップは有名、これからも訪れて盛り上げたいと笑顔を見せる。インターチェンジ周辺には誕生日以外の日も定期的にファンが訪れる。ファンの会員制交流サイトには関牛乳の商品を関ひろみインターチェンジの前で撮った写真の投稿が相次ぐ。料金所を出ても観光地めいたものは何もない。記念になるものを探して近くのコンビニに入り関牛乳を買って帰るのがファンの間で定番になっているようです。関牛乳の吉田彩志社長が解説する。実際にインターチェンジ近くのコンビニは関牛乳の商品の売り行きが好調だ。牛乳やコーヒー牛乳といった定番商品に加え、昨年販売した関ひろみインターチェンジの応援グッズは近隣のコンビニでも取り扱い450セットが完売した。インターチェンジ開設12周年を記念して今年商品化した関ひろみラーメンもファイナルの話題になり1200個が売れた。そうですね、アイマス人気侮れない。大阪府高槻市の飲食店弥生軒高槻店では、人気キャラクター高槻弥生の誕生日3月25日に毎年長い列ができる。もやしが好きというプロフィールからファンではもやしの入った定食を注文し誕生日を祝うという。行列の様子はメディアでも取り上げられ社会現象になっている。関ひろみインターチェンジの名称は地元住民にとっても思い入れが強い。東海環状道の計画当初は仮称、西関所か西関インターチェンジだったが、住民が県や国会議員県議らに直談判し3年越しの要望で名称変更にこぎつけた。署名集めでは地元の住民や企業周辺地区の区長を何度も訪問、国に要望を提出してきた。建設工事に関する地元窓口を務めた元広見地区建設対策委員長の村井西京さん、金尾さんでしょうかは、周囲からは無理だと言われたが、地名の入ったインターチェンジは地元の悲願だと振り返る。聖地が生まれたのは地元の熱意の賜物だ。作品紹介でこんなアイドルマスターの、紹介が出ています。このアイドルマスターというゲームなのですが、こちらですね、こちらは関ひろみのこうページなんですが、このアイドルを育成する、ゲームということで、こういろんなこうシリーズが出ているようなのですが、その中でこの関ひろみというキャラクターとこの、関ひろみインターチェンジ、こちらの同盟ということで、聖地の一つになったということみたいです。逆に言うとそれ以外のつながりはないので、この、関ひろみプロフィールを見るとですね、富山県出身とありますので、岐阜県とは何も関係がないのですけど、とりあえず名前つながりで、関牛乳というところも、注目が集まったということです。はい、でですね、こちら、指先ナビというこちらの関ひろみインターチェンジ、まさに関ひろみなんじゃないですか。こんな感じで紹介が出ていますけれどもですね、こういう感じです、写真投稿などもされているのですが、周囲には本当に何もないんですよね。ですので、こちらのこれ、コンビニに行ってこの関牛乳のグッズとかの商品を買って、この関ひろみインターチェンジの近くでこう写真を撮って帰るというのが、ファンの間でこう一つのこう何もその、イベントといいますか、ミニイベントになっているようです。でこちらですね、記事にも出てきました関牛乳に関してですが、こんな感じでこの関牛乳のセットをやります。商品などもありますし、こういう感じで、オンラインでも、ネット通販でもやっています。はい、そういった感じでですね、なかなかこうちょっと意外な感じのこうコラボレーションが実施、成立したというか、そういったこう記事が出ていました。こちらですね、牛乳、こんな感じで商品一覧です。牛乳ということでですね、牛乳関連の商品が中心なのですが、それ以外にもですね、こういう感じで、商品一覧、こちらの方がいいですかね。こういう感じで、牛乳以外にもですね、
まあ、クッキーとか、まあ、そういったのお菓子ですね、そういうものなども、出ますでしょうか。出ますか。はい、こちら、まあ、こういう感じで牛乳、ウィン牛、フルキューキー、ギミン牛です。こういったのパック牛乳ですが、まあ、その他にもこんな感じで、まあ、牛乳が出ているのですが、下の方に行きます。ちょっとないですね。あ、これですか。まあ、ヨーグルトですか。こういったキャラメルですとか、まあ、そういうものなどもこう売っているということです。こちらミルクジャムですね。はい、まあ、こういうのも売っているということです。はい、商品一覧、商品一覧は出ません。もうちょっと出ないよ。商品一覧出ますでしょうか。一応こちらで、まあ、牛乳以外の商品ということでも、クッキーですか、確かそういうのもあったということです。はい、まあ、こちらですね、今回こちらの、記事ですとか、こちらの関連サイトですね、概要欄にリンク貼っておきますので、興味の方はクリックして読んでいただいて、まあ、機会がありましたらこちらの岐阜県の、関ひろみインターチェンジですか、こちらを訪れてみて、写真など撮ってみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で聴取などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。